試合前のルーティーンはありますか？朝、基本的には試合前起きてから散歩するのが僕のルーティーンです。あなたの自慢話を聞かせてください。僕とその藤村さんと提携させていただいているそのハイアルチっていうお店で働かせていただいて、まあ、そこの店長をやらせていただけるっていうのが僕の自慢になると思います。店長ですよ、この年齢で店長です。調査のこの YouTube の調査の方も3名、はいはいはい、しっかり変えていただいてるんで、走ってる、走ってます、めっちゃ。なんですげえ。やっぱ学生の方もいっぱい来てほしいなと思って、ぜひぜひ、はい、こういう服着てるんで、概要欄この辺貼っときます。YouTube 見すぎ。